こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。支払い方法を月一払いにしたいです。月一払いのやり方の方法とはというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。でいただきます、えー。メルカリのですね、えー、月一払いなんですけど、これはメルカリから直接メールが来て、招待されないと利用ができないんですね。はい。であの、支払い方法なんですけど、 使う、で使った後の翌月ですね、1日から、えー、月末の31日が、えー、支払い期間になりまして、全国各地のコンビニ ATM 口座振り越えで、振り替えですね、支払いができます。はいで入商品をですね購入するときにですね、メルカリ月1バレーを選択していただきます。はいで、えー、決算ですね、決算1回を使うとですね、100、えー、円ですね、手数がかかります。はい で月一払いですね。これは利用条件があって、はじめは2万円からですね。です。はい。で、これがですね、月一払いの全貌になってます。ぜひね、あの、メルカリからメールが来ますので、もし、あの、やり、使いか、使いたい方はですね、メルカリに連絡して聞いてみるのもいいかと思います。ぜひ試してみてください。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、10万円稼げるマルいマニュアルプレゼントします。登録している際にですね、どなたかわからないので、 ニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。